四世。四世とは、中国語の成長を、中古看護の鳥類に基づいての四種類に分類したもの。中国語音楽では、表彰、平成、共生、表仕用、上彰、上世、上彰、巨彰、巨星、巨彰、日生、入生、日生を言う。また、現代中国語の北方語を基礎とした普通話などの、成長をも四世というが、 内容が異なり、中古看護にあった日照は失われ、逆に表彰が二つに分かれているため、影大第一世、傭平、第,一声傭兵第二世、上昇、第三世、巨昇、第四世を言う。言語学において、成長、トーン、トーンとは、音節に関わる音の工程の違いのことを言い、中国語はこの工程変化のパターンの違いを、語彙の意味分けに用いている。しかし、 中国音音楽においては、音音を分類整理した結果、皇帝の変化パターンだけではなく、音の即伸ぶる、詰まるか伸びるかをも含めて、成長と認識しており、日照は、音節末が引く PTK1 といったうち、葉音で終わる、短く詰まった音節を分類している。中国語の一音節、一時には、必ず一つの成長があり、その皇帝のパターンを、長値と呼ぶ。 その高さの上がり下がりは、現在五度式と呼ばれる定、低、一、半、低、二、中、三、半高四、高、五の数値を組み合わせて表される。そして同じ調値を持つ音節と音節末の即のブルの違いを機能して分類したものが蝶類である。中古看護においては四つの蝶類があったが、その後調値や音韻の変化が起き、中古以降の成長は、これを、 影調と幼調に分けた発生あるいは姿勢、発帳によって分類れている。四世を二種類に分類する方法としては、表則と序足がある。前者は四世のうち、表章以外の三つをまとめて、属性としたもので、特に監視で重視されている。後者は、日照以外の三つを、のぶる性、日照を即声としたもので、音韻学の検知からは、序足で分けた方が便利である。 四世という名称は、陸朝時代、南世、両の賃役、四十一年から五百十三年、らが中国語に成長があることに気づき、平、上、左、入りと名付けたことに始まるとされる。両書賃役伝には賃役が、四世一部を作ったとあり、両の武帝が、修介に、四世とは何かと質問し、天子製鉄、天は表彰、古は上彰、ひじりは、 巨匠、明キラは、日照と答えたエピソードが載っている。平上、左、入りとは内容を指す言葉ではなく、その代表字である。ただし、の結果、現在の多くの中国語方言で、上字は、巨匠で発音される。このため習慣的に成長を表す時のみ、上を上唱で読む。普通話では、中古音の四世の長地、鳥類の実際の音歌が、 どのようなものであったかについては、学者により説が分かれる。例えば、平山久夫は、陸長から、東大中頃までの四世の長地は、表彰、癖なし、観光長、三十一、聖母聖音、低表情、十一、聖母濁音、促成、癖あり、上昇、高登る長、の喉、短め、三十五、巨匠、低小長、やや長い、二十四。 日照、単足腸。四、聖母聖音。二、聖母濁音であったと定めしているが、異説も多い。当時の長地を推定する材料となる文献資料はいろいろある。例えば、日本の安年、失誕像。百九十年期後には、表彰時下定、有形ありしげ。上章時下昇、る、有形無重。巨匠やや引き、無形無重。日照系止め。 無内無害平、中中る無別、上中重音、良さ、不文とある成長を発見したのは陸朝時代の陳薬であり、それ以前の上古中国語に成長があったかどうかが問題になる。この問題について古くからたくさんの主張がなされてきたが、その根拠となるのは死境の応印である。死境の応印を4世で調べてみると、 表彰、上彰が巨彰と応印されたり、巨彰が日彰が応印されたりと、一定しない。子教の応印を調べて、音印学の基礎を築いた新代の交渉学者、古演部は、言語の窒息形重が、応印の表則になっていったと主張し、表彰が最も長く、上、さッこれに次ぎ、日彰は急に止まる音としている。また巨彰と日彰が応印され、中高においても、駅、 いり、液、さ、い、で、いり、しつ、さ、すい、悪、いり、悪、さ、をというようにさ、いの成長を持つ字があるように巨匠と日常が近い、関係にあることにも注目している。このことから段玉祭は平上、いり三世であって巨匠はなかったとし、こうただしは平入いり二世で、上、巨匠はなかったという説を唱えている。これを受けて、現代の王力は、 看護思考において平入り二世の二大分類がさらに音の長さで、長短の二類に分かれる四世であったという説を、唱えた。現代中国語における成長は、音の高さだけを主たる特徴とするが、古代中国語においては、音の長さも主たる要素としていたとし、長表彰が表彰となり、短表彰が上彰、長日彰が巨彰、短日彰が日彰になったとしている。 現代諸方告との成長は、中高音の四世を音名二類に分けた四世八兆の発生によって分類されている。中高音から現代音に至るまで長地の変化は激しく、各方言においてかなりの差異が見られるが、長類の変化は少なく、聖母の性学に応じて音名に類に分かれたことを大きな特徴とするのみである。一般的に影蝶は高い調子。 幼鳥は低い調子であるが、影鳥は個静音に、幼鳥は個濁音に由来する。これは、濁音が静音に比べて低い調子から始まるためで、中原において静濁の区別が失われるようになると、初めの音の高さの違いとして認識されるようになったと考えられている。現代クレゴの昇降方言やの徴収方言は、すべての鳥類が音量に類に分かれ発生であるが、 かなりきっちりと音名が、声楽の区別と対応している。現代中国語の普通話では、表彰が音名二類に分かれ、日照が失われている。表彰の場合、多くの方言で二類に分かれており、これは表彰の音の長さが、他の鳥類に比べて比較的に長く、はっきりとした発音であったためとされている。 歴史的に東大には、影平と傭兵の区別が生じていたとされている。これらの鳥類の文化、合併の仕方の違いは、方言を分類する際の重要な要素として、取り扱われる。日照について、進む後や中原緩和の一部などでは、音節末の即音は消滅してしまったものの、長次の違いとして日照が区別されている例がある。また、ドンガン語方言のように、 単音節では、長字の違いがなくなっても、音節が複数組み合わさった時に起きる成長変化の違いとして、鳥類を保持している方言の例もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。